はい、速回転の久保です。今回ね、すごく珍しい討論がありました。それはですね、えー、国政政党9党の党首が一堂に会して、ニュース2 3という番組で一問一答を、しかもですね、持ち時間同じという、すごく平等な関係の中で行われました。やっぱり少ない時間でたくさんのことを分かりやすく伝えるのに長けているのは、まあ、山本太郎さんとか橘隆さんで、 ま、他の、七7頭の、代表とは全然一線を隠してましたね。え、特にね、まあ枝野さんのことはあまり悪口言いたくないですけども、え、偉そうだなと、思いますね。これはちょっと聞いてらんねえなと思う。顔がとにかくね、私は、ちょっと嫌いになってたかなと思いますけども、まあ、でも言うことがね、しっかりしていればそれでも構いませんけども、やっぱり、ぼやーんとしてて、 すごく先走りがちだなというのが枝野さんの印象だったかなと思いますよね。はい、それでですね、抜群に良かったのはどうやっても山本太郎さん、そして橘高橋さんだと私は思いました。しかも今回ですね、こう9人が話すときに8番目、9番目というしんがりグループが令和新選組と N 国党なわけだったんですよ。で、この2つのグループ、おそらくですね、ここで共同戦線を張ってですね、2人で1つのことを発しているというふうに私は感じたんですよ。 二人で重要なことを重ねて言っていくとかインパクトがあるように伝えていくというふうにね連合を組んだんじゃないかなと思っております、えー、なんかねちょっとね番組の隅っこで立花隆さんと山本太郎さんがねなんかこんなことでね目を合わせてるところもあって私の作家かもしれませんけどもちょっとにやりとする場面があったかなと思います多分このお二人はうん,なんかすごく普段テレビで発表する機会が最近ありませんからここがチャンスとばかりに インパクトに残るような心狩りだからこそ最後だからこそ注目されるというポイントを使って仕掛けてきたんじゃないかなと思いますはい、それでですね立橘隆さんにしても山本太郎さんにしてもこの人個人が嫌いっていう方はいると思うんですよそれはね、本当によくわかりますただですね代表が嫌いでもそのグループの人間が嫌いでも政策が私たちの方向を向いていればいいんじゃないかなと思うんですよだから顔がいい人がね、当選しちゃうとかねなんとなく気に入ってるから票を投じちゃうっていう おかしな選挙になっている。その時代が長かったです。そうではないんですよ。それがなっちゃうと、結局テレビでよく見る顔が結局当たるんですよ。ということはメディアジャックをしている自民党に圧倒的有利ということになってしまいます。どんな時でも結局はテレビに出るのは、皆さんの目の前に出てくるのは、うん、なんかね、自民党の方ばかりになってきますし。でも、小泉慎次郎さんどうですか顔はかっこいいし、兄弟揃ってテレビにも出る。なんなら親父さんも未だに元総理ということでテレビにで、えー、引き合いに出されることがある。 だから投票する動機になってるってのはのおかしくないですか実際はその人が何をしてくれるのかってことに対して、えー、投票するのかしないのかってことを決めなきゃいけないません。レジ、袋、有料化、どうですか迷惑じゃないですかうん。しかも、これ追及されたら小泉さんはあの、私が決めたことじゃないっていうわけですよ。でも大臣のあなたが前任者から引き継ぐものと引き継がないものを決めることができますよねってことなんですよね。でしかも、温室、ガス、46%削減 46%はどっからできたんですかっうーん、なんだろくひらめきました、みたいなね。いや、あんたの勝手な感覚でやられてもね、困っちゃいますよ、と。ね。日々、しのぎを削って、自分たちのテクノロジー、技術、そして、環境に優しい世界を作ろうとしてるのは、政治が出なくて、事業者なんですよ。事業者が誰よりも真剣に考えてます。もっともっとクリーンなものをお客様のために、世界のために、次の世代のためにと思って作ってるのに、まあ、政治がね、適当に46%って言えるような、そんなね、問題じゃないんですよ。 政治家さんんは両手行っってて飯食ってないんですよまあそういうことで、ね、今回、えー、非常にね面白い討論だったかなと、うん、それだけにね山本太郎さんと橘隆さんの声をもっともっと聞きたいと思っちゃいましたね聞きたいというよりも聞かせたいですねテレビしか見れないインターネットに全然不慣れなそういった得票数をね たくさん持ってる人に、投票権をたくさん持ってる人にもっともっとテレビはクローズアップするべきじゃないかなと思いましたね。それじゃあねえ、本編の方はだいぶ長いです。50分ほどありますので、下の概要欄からご覧ください。えそれでは失礼します。